しいぞ。まあ何しても綺麗です。足ピコンってなった。ほら、提案したら足ピンってなんねん。しまいしまい。いやありがたい感じがする。ほんまやな、マネキン肉や。こっちがいいじゃない、こっち、こっちもあるとか、うん、やめろ。すげえ大きい日、大きい日あるやな、熟睡ね。ゾーンに入った。近い何撮ってんねん。すげえ、これでちょっと全長は測れる。全長測れるなよ。ほんまやな。測る？ほら、尻尾までで。ほんまやな。何や、待て、手を。いや、手はそれでいいやもん。で、起きる？あ、起きた状態でこれを覚醒する。覚醒。尻尾まで。ポチ。49センチぐらい。微妙かな。耳ある。うん。もうちょっとこっちだ。49。ぴったり49。赤ちゃんぐらいな。赤ちゃん。赤ちゃんぐらい。うん、手伸ばしたら1センチぐらいいけちゃう。何、手伸ばすってどういうこと。いかへんやん、そこまでやって。嘘やん。めちゃくちゃ可愛いな、これ。顔に見えんの、俺だけか。え顔顔目、口。顔には見えへんけど。まあなんかの目やろ、目やろ、うん、口。なんか何、垂れ目な感じ。そう。パンダみたい。めっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いなこいつ。なんでここだけこんなのやカピカピやねんけど。そうやね、そこだけなんかカピカピやねん。何これ、秀吉みたいなことなってねんけど。濡れてんの。濡れてたんじゃん。そうちゃう。でもカピカピ。ほんま大きいな。うん。何にもない。
野生めっちゃ可愛い。野生感ゼロ。ゼロ。外出たらすぐあかんやつや。やられるやつや。爆睡。おやすみ。こうじゃないって。どうなの？私ってそういう感じじゃなくて。食いしん坊やから箸持ってるみたいな感じになってるよ。あれそうやった？そういうのがいいんじゃん。ああいいんじゃない私。はい。あちょうどいいわ。難しいな。もうそれかもリアルに箸持ってる感じでいいんじゃん。よいしょ。はい。はい、かりん様。ちょっと違う。ちょっとな、な、ちょっと斜め。斜めってる？斜めってるかりん。はい。かりん様出てきたわ。ちゃんとかりんとに住んでるかな。カリン様住んでるじゃん。みんなにして遊んでる。カリン様にしてる遊んでる。でもカリン様ないけどね。めっちゃ可愛い。ちょっとなんか足も歩いてるかな。歩いてんのこれ、うん、階段上がってんの。でもカリン様はちょっと模様はなくて、尻尾は白で。そうやな、真っ白やからな。何もかも。もう8割が、8割やりすぎた。足伸ばした。出るわ。手出しとったらなとな。はい。ああ、いいね。で、こうから歌いだす。大きいな。大きい。また大きい。え、じゃあ俺持ち上げれるじゃん。入りたいの？俺じゃないよ、それ。座った。おお来ません。全然いい。何してんの、こいつ。頭踏みとこやってんけど。なんで？でっかいものが来ません。びっくりした。何するのかな。座った。何この耳。赤ちゃんの昼寝みたい。高いな。3人組がいたのですが、自分たちは窃盗団ではなくお笑い芸人だと。お笑い芸人、それでこい。見てますね。
Thank you.